その70歳以上の方、はい、ね、3ヶ月追跡調査した、はい、週に3回40分から45分、これを太極拳を行った11人は、同じ時間ウォーキングを行った8人よりも 20% 心肺機能の向上が見られた。すごい、はい、さらに下半身の筋力、うん、下半身すごい下半身の筋力と柔軟性、柔軟性、はい、またあらバランス感覚などの中高年に必要な体力も太極拳を行った人の方がより向上することが分かった。これアメリカのハーバード大学で調べたんですよ、はい、よく太極拳、太極拳って聞くじゃないですか、うん、よくニュースなんか見てると中国の上海の朝の公演なんてやってますよね、うん、あの太極拳、実は太極拳で、ね、どの程度効果があるのかという実際に調べてみて、ちょっと VTR 見てください。1分39秒世田谷区にある祖師ヶ谷公園で毎朝太極拳を実践されている皆さんを今回訪ねました。こちらで皆さんの体力年齢を調べてみると、最高齢のこの方、星野さん85歳でいらっしゃいますが、星野さんは柔軟性なんと17歳20代です。さらに下半身の筋力チェックとして30秒間で何回椅子から立つことができるか挑戦していただきました。30秒間皆さん、あの目を離さずにどうぞご覧ください。さあそろそろ15回、会長ですね。そして20回です。20回を超えても全くスピードが衰えません。むしろスピードアップしているようにさえ見えますよね。さあ30回を超えました。さて記録は何回までいけるんでしょうか。36回でした。20代並みの下半身の筋力でした。20代よ、はい、そして心肺機能やバランス感覚を含めた星野さんの体力年齢は52歳、実際の年齢よりも30歳若かったんです。では果たして他の皆さんはどうなんでしょうか。平均年齢75歳の皆さんの体力年齢を平均すると52歳でした。やっぱ生活には楽ですね。やってると転んだ時でもおっとっとで止まれるし、パンといかないだろ。パンといかない、そうそうそう、ちょっとした坂道とかもうそういうのがすごく速くなりましたね。太極拳ってだからすごいんですよね。信じられない。要するにですね、はい、はい、注目情報、太極拳を簡単にした、こういうのがあるの知ってました。健康太極拳の動作でも下半身の筋力、柔軟性、バランス感覚、心肺機能などの体力を向上する効果があることが分かった。さらに1日3分行うだけで効果が期待できる。まあ、太極拳というんだから、これいろんなね、はい、所作動作があるのかもしれません、うん、難しいこと考えない。健康太極拳というのはあったんです。簡単な、しかも動作3分でいい、はい、それでね、80代の方が50代の健康をどうすればいいの。太極拳ならこの方ということ、はい、わざわざ九州博多、はい、中洲からお見えになる。中洲ですかあの実際太極拳を研究していらっしゃる先生です。九州大学病院リハビリテーション部の先生、医学博士、高杉先生です。よろしくお願いいたします。先生、太極拳って僕らはあのよくニュースなんかでね、はい、中国の朝の公演なんてこう、そうですね、ゆっくり、あれじゃなくて、うん、健康太極拳ってのはあのそういう大きな太極拳の流れの中からエッセンスだけをですね、簡単にできるところを取り出して、いいところ、それを今日ご紹介させていただきたいと思います。基本的に太極拳じゃ動作ちょっと説明、はい、あの先ほどもちらっとあの出てまいりましたけども、重心を落として膝を曲げるということですね、うん、それから体重を前の方にゆっくりゆっくり動かしていくということ、うん、そして重心の移動を意識しながら、あの最後はこう片足のポーズなんかもですね、こうあるわけです。ただこれ非常に難しいございますので、今日はあの簡単にできて効果的なあの方法をお教えしようと思います。そうですか、わ楽しみです。じゃあ簡単な動作をちょっと図を使って説明していただけますか。はい、まあ、私どもの体力は年とともに衰えてまいりますけども、それを防ぐために非常に重要なポイントが4つあります。
まず有酸素運動、これは自転車サイクリングとかウォーキングですね、水泳とか。そしてもう一つが筋力を鍛える、マシーンやダンベル体操なんかですね。この2つは非常に重要ですけども、それを支えるバランス感覚ですね、先ほどのバランス感覚、それから、体の柔らかさ、柔軟性、こういうふうな4つが非常に重要になりますが、太極拳はこれらを全て同時にですね、向上、機能を向上させることができることが分かってまいります。はあ、やったの1日3分、たった3分でいいんです。健康太極拳による下半身の筋力の向上率、実施前を 100% とした場合、平均58歳23人の調査です。 15% 3ヶ月後にはアップしています。折本さん、はい、下半身よ、下半身やった3分でいいね、3分すごいですね。なぜ下半身大事かというと、バランスが取れなくなる、ケツをついて倒れたり、ヨロヨロしたりする、それがあなた3ヶ月、1日3分3ヶ月でこうなっちゃう。はあ、本当ですか先生。先ほどのあのかなり本格的にしたものなんですけども、下肢の筋肉、足の筋肉というのはただ歩くとか階段を上り下りするだけではなくて、膝痛の予防、関節を守ってくれるということがあるんですね。軟骨がすり減っても筋肉があれば膝の痛みを抑えることができます。それから骨粗鬆症の予防ですね、うん、骨というのは重力と筋力によって、鍛えることができます。太極拳は立って行いますし、それから筋肉を蓄えるので骨粗鬆症の予防にもなります。さらに体脂肪を燃焼させることができますので、肥満を予防して糖尿病や動脈硬化、高脂血症などを予防してないし改善することができることが分かっております。はあ、早速やってもらいます。じゃあ皆さんもじゃあ一緒にやりますので、こちらにちょっと並んでいただきますね。こうずらっと先生、ゆっくりと一つ、はい、それで一列にじゃあ筋力を高める少し間を空けてこうしてみたいと思います。で、運動といっても太極拳特有の歩く動作になります。で、基本の姿勢は、肩の力を抜いてまっすぐ前を見ていただきまして、重心を足の裏全体にかけます。そして膝を曲げて重心を下ろしてまいります。そして今から右足を前に出してまいりますけど、左足に重心をゆっくりゆっくり乗せて、右足が浮いたらかかとから斜め前に出していただきますですね。かかとを つけてください、はい、そして手は腰にあるとよろしいかと思います。それから徐々に徐々に体重を前に前に押してまいります。前に倒れるんじゃなくて後ろから押してまいります。はい、そうですね。そして足を引きつけてまいります。で、それで安定しましたら今度は左足を斜め前に出していただきまして、はい、ゆっくりゆっくり出して、それから体重を左の方にずっと乗せてまいります。それで安定しましたら後ろ足を引き寄せてまいります。これを低い重心でゆっくりゆっくりしてゆっくりだからすごい疲れますね。もう疲れた。そうですね、もう疲れました。これでも先生あれですよね、我々自然にやってる時ありますよね。やってない、これ怪しい、ちょっと遅くなったかなって時、そうほっとこう奥様の僕らこう言ってもう一つ動作がすごいリアル。これ結構きついですよ。でもきつい、これ3分間でいいんですって。でもきつい、これだけ、先生これだけでしょ。この基本的に足を下げること、こう重心を下げることで、はい、足の筋肉全部を鍛えることができます。ですからこの太極拳の歩行を、日常で取り入れますと効果的だと思います。はあ、ただ呼吸止めないでくださいね。ゆっくりとしながら呼吸忘れてる方は止めたくなっちゃう、なんかこの息を飲むようなね、腹式呼吸でゆっくり呼吸をしていただく。呼吸との関連性はないんですか。はい、前に進む時に吐く、はい、引き寄せて上半身までする と難しいので、腰に手を当てていただいて結構です。息吸ってスンってやるとね、切れるよ。余計難しいじゃないですか。前に進む時に吐きます。はあ、引きつけてすというふうな、最初はですね深呼吸だけ意識していただければ大丈夫です。うん、慣れてから呼吸を。はい、じゃあどうぞお席にお戻りください。ちょっとまとめていきましょう。これね、簡単なんですよ、このね、はい、はい、
はい、まず中腰になって、まあ、エヴァ手を使ってますが簡単に腰に手を当ててもいいそうです、うんうん、中腰になって足のつま先を膝に近づけたまま大股でかかとから地面につけます。そして中腰のまま前方の足に体重をゆっくり乗せていきます。左右の足行ってください。腹式呼吸をしながら、ポイントは6秒かけてゆっくりと深呼吸しながら行うこと。1分間です。週に2回行うと効果的。週2回じゃなくて1日1回じゃなくて、週2回から始めていただきまして、慣れたらもう毎日していただくとよろしいと思います。たったこれがね、これだけの動作がどんなにいいかってちょっと実証しましたから見てください、はい。主婦の吉田さんにご協力いただいて、下半身の筋肉をどれだけ使っているか測定できる機械で、日常の動作と太極拳の動作を比較してみることにしました。まずは平坦な道を普段の歩行速度で歩いてもらいました。最大限に筋肉を使った場合を100とすると、およそ 15% しか筋肉を使っていなかったんです。はい、今度は傾斜が10度程度の坂道で自転車に乗った時です。およそ 35% 筋肉を使っていることが分かりました。では簡単な太極拳の動作を行った場合はどれぐらい筋肉を使っているんでしょうか。調べてみます。するとおよそ 85% 歩行や自転車と比べて最も筋肉を使っていることがこれでよく分かりました。すごい。太極拳の動作は、自転車漕いで一生懸命漕いだりとか、階段を上ったり下りたりとかするよりかは楽にできたと思います。足に負担がかからない感じでしたね。なんで先生、歩いたり自転車乗ったりするよりも使ってこの方がなんでこんなにでもね、負担がなんかかかってないそうなんです、重りウェイトも持たずにですね、あまり力を入れなくて筋肉が活発に活動するという今お話が出てましてですね、これは足の模型なんですけども、はい、ちょっと、はい、ちょっと教えましょうか、はい、私ども日常の生活ではですね、ただ立ってるだけでは足の筋肉ってほとんど使ってないんです。ただふくらはぎだけ少し支えてますけども、他の筋肉はずっとお休みしてるんです。ところがですね、膝を曲げて重心を下げますと、はいはい、たちまちですね、はい、眠っていた筋肉が目覚めるということです。ももの前の筋肉も後ろも同時に収縮が入ってきます。それからずれました他にも足全体の筋肉が同時に前から後ろから関節を守りながら収縮してきますので、はい、先ほどのような活発な筋肉の動きが見られるんですね。しかもですね、はい、これは普通の歩行だと、はい、かかとがから衝撃が加わってきて膝にも衝撃が来るんですけども、太極拳はゆっくりゆっくり、極めてゆっくりゆっくりこうつきますので、膝腰への負担が極めて少ないということが言えます。なるほど。要するに、はい、下半身の筋力を高める簡単健康太極拳動作は足腰の関節や心臓にも負担がかからない。これは先生いいことですね。これはびっくりしましてですね、こちらはですね、安静時の心拍数と坂道を自転車で登った時の心拍なんですけども、坂道自転車に登りますとすぐ心拍数が上がるんですが、太極拳するとですね、心拍が上がらないんですね。それは先ほどのゆっくりした呼吸で心臓への負担をかけないということが分かっております。すごいことですね。3分間ですよ、中腰になってただゆっくり、これをそれだけでもって心拍数を上げずに全体の筋肉の運動ができる、はい、それは他の運動じゃありえない話だと思います、はい、先生、太極拳って中国で生まれたもの、はい、中国である説では紀元前、ある説では紀元前、はい、という説もあります。なんで生まれたんですかね、こういうのは。いろんな武術がですね、いろんなところでこう統合されて、最終的には中国政府が1950年代に一つの方法にまとめて、それから世界に。これ武術なんですか。武術です。もともとはですね、相手を倒すための動きなんです、押したり突いたりして。今だって押したり突いたりってこんなことやってないからパチンってやられると相手もこうだから大丈夫戦うのに
戦うために作られた武術なんです。本来はもっと速いんですか、動きは。速いものとゆっくりなものがいっぱいいろんなものがあるんです。はい、その一部が健康に役立つんです。それが、はい、やっとだけ喜んでない。そうですね、いやちょっとお知らせ入れときましょう。今度は筋肉だけじゃないの、はい、健康太極拳による今度は柔軟性です。その向上率、実施前です、3ヶ月後 15% アップ。え、柔軟性もつくんですか。はい、柔軟性も向上できるところはまたすごいところですね。はあ、でそれによってですね、はい、腰痛や肩こりの防止にももちろんなりますし、それからストレッチ効果が疲れにくい体、怪我をしにくい体を作ることに、でリラックスしますと自律神経が落ち着きまして胃腸の働きが盛んになるというふうなことが期待できます。ぜひ測っていただきたいと思うんですけど。ではそうですね、坪内さんまず新しい、まあ、こう残ってください。靴のままでいい。あ、もう結構よ、靴のまま残ってください。塩膳塩まま、はい、で無理しないで、はい、ゆっくりとどこまで手が入るの、膝を曲げずにゆっくりと。私は割とこれが、あら、はい、すごい、素晴らしい、18、はい、これだけは大丈夫です。メリアスのシャツも出ちゃったんで、今やったから、やったから、はい、はい、すげーよ、すごい柔らかい、はい、なべちゃん、すごいな、渡辺さんも柔らかい、腰痛ないで、はい、渡辺ひろゆきさん、無理しないで、ゴルフの名人だからね、シングルですよ。オフィシャルでいくつ持ってるんだっけ。え、オフィシャル持ってないです。え、持ってない、持ってないですよ。持ってないで何、この間いくつだった。え、この間ちょっと80ちょっとですアデランスウェルネスオープン80ちょっとです、うん、余りません。はい、14ですか、渡辺さん今12だった、うん、あ、渡辺さん、はい、リサスティック前やった、すげえ似合ってた、はい、うん、硬いね、あなた結構硬い、10、はい、10です。はい、オリモさん、オリモさんは柔らかいよ。いやいや、そうオリモさん少しストレッチかなんかやってる、オリモってくらいステージでやってるから、オリモはすごいよ。あ、すごいじゃん。14、はい、14、あ、いや、もうあれ腰の手術でやったからこれがダメになった、これができなくて、はい、そうですか。さあ、これが太極拳でどうなるかなんですが、とりあえずね、合格点っていうのは、はい、ちょっとこちらに、はい、合格点よいしょ、はい、はい、まず40代だったらね、はい、40代だったら9センチから13センチだって、はい、40代、あ、いないよ、え、そういないじゃん、坪内さん60代、やばい、私、はい、60代の女性、はい、60代で11センチ以上、あ、合格、うわ、坪内さん、そちらに貼りますか、はい、合格、坪内さん、合格、はい、合格です、はい、渡辺さん、50代、男性7センチ以上ですか、合格、合格、はい、やっぱり違うな、すごいね、はい、はい、リサスティックマイヤーさん、30代の女性13センチ以上、柔らかいね、13センチ以上、え、女性は不合格、やらやらやら、そうですか、硬いんです、はい、お願いします、なんと硬いね、もう柔らかい、そうですか、あ、青野さん50代14センチ、はい、14センチ合格、はい、先生、なんで男性の方があれなの、曲がらないの、あの男性はもともとですね、あの体の筋肉や関節が硬いということがありまして、え、今日の皆様は非常に柔らかいのでびっくりしました、柔らかいですね、ところが大丈夫、はい、すごいの、はい、皆さん前に来てください、はい、今度クニャクニャに柔らかくなっちゃうから、はい、どうぞどうぞ、それではあの太極拳の中で一つ体を回すことによって柔軟性を高める運動を一つやってみましょう、で、あの肩幅に足を開いて両方の足に体重を乗せてください、はい、そして少し膝を曲げて少しだけですね、はい、そして、両手拳を軽く握って左右にゆっくりゆっくり振ってまいります、だんだんこれで柔らかくなるの、はい、これでもうちょっと大きくですね、だん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 大きく振ってまいります、大丈夫です、あ、当たらないようにですね、そしてウエストでひねっていくということです、で最後の位置は肩と腰、あ、肩、僕あんまりひねっちゃいけないよって言われたんだ、そうだ、あの腰が痛い方は無理してはいけません、これで
ウエストのくびれを作りながらのイメージですね。ウエストに膝を曲げてるの？軽く膝を曲げてます。軽く膝を曲げて。先生、ウエストにくびれのない人もない方にはくびれができてくるかもしれません。こういうふうに回らないで、はい、ここはあの固定してる、はい、ある程度前を向いて全部回っちゃうとストレッチ効果はないんですね、はい、軸は一定で、でんでん太鼓のように竹とんぼのようにくるくる回って、首は、顔は回っていいんですか？顔はですね、少しだけです。腰も顔も少しだけで、あ、先生、首がなるべく回さなくていいんですよね。はい、あのウエストでひねっていただくということです。骨盤はあまり回さなくて結構です。ああ、そうかそうか。そしてだん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 ゆっくりしていただく、ね、無理しないよね。だんだんゆっくりして止まっていただければ、で30回とか1分間ぐらいしていただければ、はい、肩こり腰痛のストレッチ効果が出てまいります。気持ちいいわ。柔らかく、肩幅に足を開いて、はいはい、中腰になり、はい、肩の力を抜いて、うん、腕を左右にゆっくりと回す、うんうんうん、でポイントは首はなるべく振らずに深呼吸しながら行う、うん、1分間週に2回行うと効果的。これも週2回からだんだん増やしていただくとよろしいと思います。そうですか、はい、これ毎日今ちょっとやっただけよ、ちょっとやっただけでどのぐらい効果があるいいね、背中見えたぐらい、はいはい、さっきは10センチでした。いきます。はい、おお、あ、12、わ、すごい、2センチも無理かじゃないの、ちょっと無理しました12だよ、あ、じゃあ合格ちょうだい。はい、合格、合格、合格、はい、よかったよかった、分かって綺麗なお嬢さんはすぐ合格ですよ、ですよね、合格。健康太極拳やってくださいよ、はい、次はバランス感覚です。バランス感覚の向上率、実施前はブルーとブルーまで、これが3ヶ月後9% アップ。バランスが良くなるんですか、これ、はい、バランスが良くなるというのはもう太極拳の本当に基本的な素晴らしいところですよ。はあ、なぜいいんですか、はい、片足立ちの訓練が中に入ってますし、重心をいつも右左に動かしてくるなんですね。僕は片足立ち得意よ。そうですか。もう、あの、ふくらはぎ鍛えてからこう、僕こうパッと立ってくださいって言うといつまででも立ってられるの、こうやって。ただ目をつぶってくださいって言われるとね、なんかちょっとグラグラってくるけど、それでもね、安定すると僕立ってられるんだ。ああ、そうですか、うん、これ比較的できるんです。これこれこれが簡単にできるようになっちゃう。はい、お腹のくびれのない人にやってほしいの。簡単健康太極拳の動作でバランス感覚が高まると転倒や骨折を予防することができる。つまり寝たきりを予防する効果が高い、うんうん、ってことは先生、今日お見えになったのは91歳とか92歳のお嬢さんは、ね、あんだけ元気だってことはもう自然に太極拳やってきてるのか。あ、そうか。勉強したいと思います、私、ね、自然の生活の中で健康になっちゃってるんでしょうね、うん、はあ、実際に太極拳を行っている人の話聞いてしまう。ちょっと見てください。こちら都内にある城西病院では、患者さんの健康増進のために毎週1回健康太極拳を指導されています。集まっている皆さんの平均年齢は76歳なんですが、中でもこの方、山口さんは91歳でいらっしゃいます。91歳の山口さん、太極拳を始めて2年経つんだそうですが、左でしっかり大腸さん、前はね、なんかちょっとつまずくとも転がったんですけど、はい、今は気をつけてる線もあるけど、あの、転びません。全然もうここ1、2年ジムが増えてくるんだ先生、はい、要するにお年を召してからやっても効果あるんです、ね、それが素晴らしいところで、89歳からでも先ほど始められてますから、もう年だからダメだなんてことはありませんし、中国では90歳ぐらいの方がストリートでダンスをされてますよね。すごいですね。要するに、はい、バランス感覚のチェック法、はい、どうぞ皆さん前に。これは難しいよ。これ難しいね。私もね、目開いてないけど、目つぶるとどうしますか。目を閉じて片方の足で何秒立っていられるかということでチェックをしますが、ね、ちょっといいですか、はい、用意してください。いいですか。では行きます。手は自由です。自由です。上げる足も自由です。はい、スタート、スタート、はい、
あ、お堀本さんちょっともうダメです、もうこれはダメなんです。はい、ダメだ、ダメだ、もう有沙さんちょっと言ってください。渡辺さんは微動だにしないという感じで、ね、してる、美はしてる、美はしてますか。目つぶるってのはダメなのよ。目つぶると難しいですよね。笑っちゃった、はい、笑うとダメだ。はい、30秒経過しましたね。さあ、もうここまでで皆さん終わりましたか。すごいな、リサさん。お、リサさんまだ頑張る。すごい、すごい、すごい、すごい。笑うとダメですね。はい、あと、あ、今40秒経過ですね。すごいね。はい、すごい。すごい、すごい。まだやるんですか。はい、できるところまでちょっと行ってみましょうか。1回ダメだったらできない。はい、50秒経過です。1回ダメだとできないの。はい。1分で経過する。1分でいいですか。じゃあ、はい、あと5秒で1分ですよ、リサさん。はい。お、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 今皆さんの数字をちょっと入れておきましょうか。リサさんもいいよ、はい、リサさんが60秒、はい、これは難しいよ。坪内さんが4秒、はい、そして織本さんが8秒、はい、渡辺さんが29秒、はい、こういう結果でした。これ先生、目つぶると途端にダメになる、ね、そうですね、65歳を過ぎた方は目を開けて10秒できるかどうかチェックしていただかないと。目を閉じてできるっていうのは本当に素晴らしいことですね。何歳過ぎたら目飛び、60歳を過ぎた、じゃあそれ先言ってください。失礼しました。どうぞ気をつけてですね、されてください。はい、合格ラインはまず40代以下は55秒以上ということで、これ目つぶってですか。これ25秒もいくの、以上ですね、以上ですね。あ、そうなんだ、そうなんだ、リサさんだけだよ、だから合格。はい、あ、すいません、前にすいません、すごい、はい、リサさんだけだよ、はい、あとは坪内さん4分すごいショックだな。これなんで目つぶるとダメになっちゃうんでしょう。あのですね、目からの情報っていうのは我々のバランスの7割8割を占めますので、なるほどね、つぶっちゃうとダメなんですね。リサさん本当に素晴らしいですね。いやいや、さっき全然ダメだったので、ね、びっくりです。この基準はちょっと厳しいですので、あまり気にされなくてもなるほどね。でもこれが先生、この健康太極拳、これではい、向上するかもしれない、はい、これはもう向上するデータが出ております。すごい方法がある、うん、まあ、ちょっとお知らせいただきましょうね。はい、一度そっち側に立ってください。要するにですね、まず読みますよ、はい、片方の手を前に伸ばし、同じ方の足を横に上げます。そして手を体の横に水平にゆっくりと移動させる。ポイントは目線は手の指先を追いかけるように深呼吸しながら行うことと、左右5回ずつ週に2回行うと効果的です。じゃあやってみましょう、はいはい、じゃあ皆さんこちらの、はい、あ、先生の方を見てくださいこちらすいません、せっかく先生がいるのにみんな先生に背中向いちゃった。博多から参りましたんでよろしくお願いします。なんだ、博多の中洲から来てくれたんですか。はい、ですね、バランスを高める運動、先ほど足を高く上げる運動をしましたけども、危ないですので、椅子をしっかり握っていただきます、はい、そして、まず膝を軽く曲げて重心を落としていただきます。そして、皆様の今右足を斜め前に出していただきます。この時に左足に乗った重心をしっかり意識していただきます、はい、左足にしっかり乗っていただく。そして手をですね、足と同じ方向にしっかり見栄を切るようにですね。あ、さすがですね。そして視線はいつも手の先をしっかり見ていただく、はい、目と手の動きですね。そして、それでは手の動きをつけますと、もう一回手をですね、目の前に出していっていただいて、それからずっと見栄を切っていただく、戻していただきます。1,2,3 で見栄を切っていただいて、そして1,2,3で戻していただく。これを5回ぐらいしていただく。上げっぱなし、はい、慣れてきますとですね、伸ばしたり戻したりでもよろしいですけども、低い位置で結構ですので、足を上げて片足バランス。これ先生、絵だと体の横に水平にゆっくり移動させるってのは斜め前で結構です。斜め前で手と足と目が同じ方向を向いていただければ結構です。そして必ず重心を意識します。左足にかけた重心を意識していただくですね。両方やらなくていいんですか。はい、で5回やったら反対側の反転していただきまして、
反対の足を上げてやっていた。すごい来ますね、ここに。ねえ、本当に主に来る。上げて、こうですね。はい、結構です。これを慣れていただきますと、5回ぐらいしていただきますと結構と思います。左右です。これで先生、はい、目つぶっても大丈夫になるんですか？そうですね、これで3ヶ月ぐらいしますと効果が現れてまいります。はい、ありがとうございます。はい、1ヶ月ぐらいしますと実感できるようになると思いますけど。じゃあその絵で一つ、はい、我々 あのバランス感覚というのは大きく3つのセンサーがありまして、先ほど皆さんおっしゃったあの目の情報が7割以上ですね。それから耳の奥の前庭、三半規管ですね。そして、足や筋肉の中にあるセンサーがありまして、体勢感覚というのがあります。この3つのバランスを先ほどの運動で、強化することができます。そうですか、はい、頭の上にモデルさんが本載せてるでしょ。これも一つのバランス感覚にいい方法だそうです。文庫本も載せるといいですね。そうですね、はい、もし文庫本などございましたら頭の上に乗せていただきまして、先ほどのように片足を出して自然とね、それでバランスを取りながら目と手の、これ倒れないようです、はい、でこの今日やったことをねやると、はい、これをやると心疾患の予防、呼吸器疾患の予防、認知症の予防にもなる。いいでしょう、これやってくださいよ、はい、でウエストが本当にね細くなるっていうのは体脂肪そのものが先生減ってくれるんですね。はい、それが減ります。内臓脂肪ってよく言って、